トリオシンクのラジオシンク。皆さんこんばんは。相変わらずステイホームな日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。まだまだ気分の上がらない日も多いと思いますが、ほんのひととき我々のラジオを聞き流していただけたら嬉しいです。本日もお送りしますのはトリオシンクのリーダー黒金と篠崎と城彩乃でお届けいたします。よろしくお願いします。あれリーダーってリーダー黒金って言ったらキャプテンじゃないですかこれ言うと、もうそうなるかなと思ったから、ちょっと逃げてみたいつもそうじゃないですか、チーフ、ジョー。チーフだったの知らなかった、うん、もうピアノって言っちゃったよ。それ、毎回飲み会でやってるから、正確に覚えてないんだよね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すみません。お願いします。はい。はい、前回の放送からもう1週間経ちましたけれども、はい、前回の収録からですね、はい、1週間経ちました、うん、何か変わったことはそれぞれありましたでしょうか。篠崎さん何かありました。いや、恐ろしいぐらい変わらないよね。変わらない本当に、うん、まあそうね、ぬか漬けの出来はだんだん良くなってるかな。おお、上達。すごい。この間は味噌漬け、あのぬか漬け以外にやってるって言ったんだけど、今今度は醤油漬けの方に、うん、フェーズが変わりました。おいしそう。おー、素晴らしい。はい、次の合わせの時には楽しみです。え、でも臭いか辛いだけど合わせの時大丈夫。ニンニクと唐辛子だけど醤油漬けは大丈夫大丈夫。じゃあぜひ楽しみです。ジョーさん何か。私も変わんないですけど、なんかピアノめっちゃ触ってますね。あのソロの曲をなんかすごいいっぱい踏みして、なんか楽しい、うん、意外と今のところ楽しくやってます。うん、それ今まで弾いたこと。真面目ですよね、うん、初めて弾くような。あ、そうそう、なんかあの やりたい曲っていうのは結構いっぱいあるので、なんかそれをもう片っ端からやってってる感じで楽しくやっております。なるほど、素晴らしい。でもいいチャンスだよね、逆にね。そうですよね。そうそうそう、ちょっと日々に追われてるからね、普段。そうそう、この状況が終わった後にまたなんかね、ソロを弾く機会がちょこちょこあった時にやっぱり出せたらいいなと思って、うん、願いも込めて。素晴らしい。いいね。良い心がけで。ありがとうございます。クロちゃんはしてた。あ、僕はあんまり変わったことないんですけど、うん、前回の放送で、ね、家庭菜園をやってますなんて話しましたけれども、うん、人参の根が伸びて、ふかふかしてきました。そうよね、1週間だとね。いいですね、進捗報告。そうそう、ちょっとずつね。うん、とか、あと実は、うん、ほらジョーさんが筋トレやってるとか言ってたじゃないですか。ああ、言ってた、うんうん、僕もコアリズムとか、あ、ミリズムとキャンプ、すげえ。そう、なんか初めて見ました。そうそう、私もコアリズムやってます。結構お腹痛いんですよね、うん、ね、あのリズム感がいいですよね。あの、すべてを出し切って、あ、なあの、笑い、思い出し笑いしちゃうからなかなか楽しくできるからいいですよね。そうそう、おすすめですね。、はい、一応、ああいうの一通り俺も持ってんだけど、もう買って満足。ちょっとやってみると、まあ、汗流すと気持ちいいですけどね。まあ、確かにそうね。そう、気分が晴れますよね。うん、それはそうだね。ぜひなんかね、気分転換したい人には体を動かすのをおすすめです。おすすめです。本当にそうだね。うん、いや本当に。気分っていうとなんか天気とか最近ねいい日が続いているから、うん、ね、とても気持ちいい。ね、
晴れの日がね。本当本当。いや本当にそれで窓開けると強風でびっくりするけどね。ありますよね。すごいいい天気だ。ザーンって思い切り開けたらうわっ。ってバーってカーテンバーみたいな。そうそうそう。ギヨン。わーってなってドーンってなって。ということで。はい。はい、ということで我々の演奏曲の中から1曲聴いていただければと思います。中川英次郎さん作曲、ブンズ、日だまりの中で。ということで、ブンズ、日だまりの中でという曲を聴いていただきました。はい。ブンズって何でしょうか？それは我々に問いかけてる。そう。メンバーの、はい。私は福島県民じゃないので、わからないので教えてください。福島県だって分かってんだ。そう。方言というところまで、うん、そうです。方言なんですけど、福島の、浜の方なんでしょうかね。うん。もう結構限定した地域だね。そうですかね。いわき地方、うん、浜通りの方の方言で、うん、青たんとか、ね、まあ、青あざみたいな、そういう色のことを言うんだけど、うん、あざ、ね、青たんとか青なじみとかいろいろ言うよね、地方によってはね。うん。うんうん、そうそうそう、初耳です。おめ、唇ブンズ色になってるけど大丈夫だって、うん、そうそうそう、そういう、そうそうそう、そうそうそう、もう一回もう一回リピート、おめ唇まあ、じゃあ行きますよおめ、唇ブンズ色だけど大丈夫か、完璧ですっていう感じ。ネイティブだね。ネイティブは違うね。そういう感じ、そういう感じ、うん、そうそう。まあなんか僕らね、僕と篠崎さん初めてお会いした時も、うん、僕なんか高校生でしたから、うん、なんかすごいなまってたですよね、きっと。まあそうね、覚えてますか？やっぱり、いや覚えてるよ、もちろん。それはもう黒歴史としてしっかりと刻まれてますよ。何黒歴史？レシピ？どんな初対面だったんですか？講習っていうか、金管アンサンブルかな、黒ちゃんの学校の、はい、をレッスンに行ったの、はい、地域の講習会の後に、うん、そのアンサンブル見てくれっていう話で行った。
その時が初めて、うんうんうん、そうですね、うん、高校2年生だったと思います。そうだね、2年生の冬だね、はい、うん、まあこんなうまい子いるんだと思って終わったって思って、いやいや、終わった、うん、本当僕からするといわき出身で、あの当時はシオンにいらっしゃった。シオン辞めて帰ってきたぐらいじゃないかな、講習会行ってるってことは、うん、それか神田コンの次の日か、神田コンの次の日も講習会行ってるんだよね。はあ、はあ、言ってましたよね、うん、すごいスケジュールでしたね思えば。そうね、本当に申し訳ないいえいえ、まあ、僕からするといわき出身のバストロンボーンのプロの方が いるっていうのをすごく聞いていて、篠崎さんの同級生の方が楽器屋さんでいらっしゃって、うん、お世話になってたので、うん、そこから噂だけは聞いていて、やっと会えたっていう、そういう感じです。まあでもこっちもすごいのがいるよって聞いてて、もう中学生ぐらいの時になんか篠崎さんみたいな中学生いるよって言われて、高校生の時に篠崎さんよりすごい高校生いるよって言われて超えられたってすごい覚えてるいや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 、で生で聞いておお本当だと思っていや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 とんでもない、あげていただいて、いやいや、もうありがとうございます、こちらこそありがとうございますお気遣いいただきましてでも本当にびっくりした。篠崎さんと、うん篠崎さんとジョーさんの初めてっていつ？その神田コンだよね。あ、言っていいですか？私目線でじゃあ、申し上げてよろしいでしょうか？どうぞ。大学3年生の時の、私が大学3年生の時の神田で篠崎さん1位取られてたんですけど、うん、その時に古賀光くん、同級生の古賀光くんの伴奏で行ってて、うん、で、まあその会場でお会いしたんですけど、うん、茶髪でしかもほら今って結構皆さん黒シャツ黒ズボンとかで出ると思うんですけど、黄色いシャツ着てらしてでしかも私から見たらすっごい背高いじゃないですか篠崎さん。でもめっちゃ大きくて茶髪で黄色いシャツの人がなんかすっごいタッパのある人がなんかいてめっちゃ怖かったですで全然喋ったらなくて、その時は私誰この人って思ってたのですいません本当に出番が ね、2時も本戦も前後だったんだよね、ヒカルちゃんとね。だからジョーさんも一緒だから、そうそうそう、だから必ずすれ違 う必ずすれ違う、ヒカルの後が僕だったから必ず2人が終わって出てきたときに僕がすれ違って出ていくっていう形だったから。なるほど。うん。そうそうそう、黄色のシャツ。怖かったです。まあ、間違いないよね。俺の第一印象は怖かったが 100% じゃないかな。今んとこ。その後も結局何年も喋らなかったので、うん、そのまま怖いままでしたね、数年で。そうだろうね。でも全然、喋ったらもう全然。ね、うん、めちゃくちゃ優しいですしね、うん、そこもう一回聞かせてもらっていい？ごめんごめんごめん、よく聞こえなかったから。めちゃくちゃ優しいし、なんかすごいもう思いやりに溢れてるし、うんうねうん、もう本当にね、そう本当みんな喋りかけた方がいいと思います、ね、これがね伝わないんだよね、天が授けたもうたこのこのお顔がみんな聞いてこの、ね、もう本当にね、ま、気遣いの鬼ですからね。いやそんなことないです、鬼だけ言わないで気遣いちゃんとしてまたここでやっぱり鬼なんだあいつってなるから、まあ、まあ篠崎さん目線だっても変わりないですか？大丈夫ですか？でもなんかまあ、ひかるちゃんとセットでなんかやっぱ芸大って若い子うまいなすごいなって思ってたのがまず第一印象で、でなんかすごい当時だと威勢のいいピアノを弾く子だなって元気いいなって、やめてください、本当忘れたいでその後ほらオーディションなんかでもね、読み今日何回かいろんな人の弾いて、あ、はい、お世話になって、そうそうそう、どんどん変わっていく姿見て、うん、おー面白いなこの子はと思って、うん、それはすごい覚えてるね、皆様に生かしていただいて。でもそのだから本当に、うん、いやオーディションのすぐ後じゃない、その聞いて変わっていく感じが面白かったから、その1年間ソロ僕やるって言って楽器屋さんですぐに声かけさせてもらって、篠崎匠チャレンジ企画、チャレンジ企画、そうそうそう、うん、
年4回っていう。聞きましたよ。恐れ入ります。申し訳ございません。え、マジで？マジで？え、初耳なんです。聞きましたよ。本当？もう知り合いだったよ、多分。まあね、ね、その時ね、すでに。あれ、クロポンと私の初対面は私覚えてないよ。僕も初対面って言われると、わからないんですけど。うん、多分、僕とジョーさん初めては、僕が、多分大学入学してすぐの頃に、卒業生の今込治さんという方、うん、あ、リサイ一緒にカルテットやってますけど、リサイタルで、弾いてた。リサイタルでピアノ弾いてて、初めてあの演奏聴かせてもらって、打ち上げにも参加させてもらって、そう、その時にジョーさんが最後の言葉で、飲み会の最後で、やめてやめて、何危ないな。すごく真っ当な、トロンボーンがもっと好きになりましたって。いい子だ。そうそう。いや、あれね、本当に、初めてトロンボーンのリサイタルっていうのを初めて伴奏させてもらったのが、あの、コメジさんのリサイタルだったんですよね。すごい懐かしい。私は私もポンの初対面覚えてないんだけど、うん、なんか私が4年生の時の1年生だよね、確か。それでなんか1年生がすごい似た2人が入ってきたって言って、うん、見分けがつかないとか言って初め言ってたんですけど、でも多分おさらい会かなんかで1回レベデフを、そうそう、やった時に、うまくてビビるっていう。うん、もうビビったっていうのはよく知ってます。いやいや、楽しかったですね、あれ。いや、もうなんかもう覚えてないよね。飲んだママドールをよく歌ってくれることしか覚えてない。まあ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 。これ今日流していいやつかな。なんかオクラになりそうな感じが。うん、そろそろ行きましょうね。はい、次行きましょうか。それでですね、前回の放送をお聞きいただいた皆さんからですね、うん、たくさんのご質問とか、うん、ご要望をいただいております。はい、質問がいくつかありましたので、そちらを紹介したいと思います。はい、トリオシンクのマシュマロ質問箱から、今日も、2つ、あ、ちょっと待ってね。はい。今日も2つなんですけど、はいはい、今日の質問は、はい、まず1個目いきます。はい、3人で食事されることがあるとき、うん、お店やメニューの決定権が一番強い方はどなたですかということで、どなたですか。夜ご飯とかだったらもう好きなの勝手に頼んでいってません、ね、まあ、ね、行く店決めるとかかな、じゃあ。うん、でも店って店って大体一緒なんだよね、行くとこ一緒だから決まってるから ね、うん、方向性が ね、酒が飲める店っていうどうしてもね、そうなるからね。いわきだと本当に今回初めて違う店行ったぐらいの勢いだもんね。そうですよね。うん、そうそう、ぐらい、いつもいつもの店が空いてなくて、うん、そう、うん、でしょ。で、地方の時はだいたいね、ご紹介いただいて伺ってるって感じかな。うん、うん、地元の方に連れて行ってもらって、うん、ね、うん、だからあれだよね、うん、なんかもうお酒が到着したら、ああ、もうあと適当に頼んでくださいみたいな感じで。適当に、そうそうそう。決定権というか、決定誰もしてない。そうそうそう。そうで、食べ物も、おのおの好きなのをどんどん頼んでいくから、特になんかこう、誰かが全部仕切るとかは、ね、ないですよね。ないですね。じゃあ、質問に対しての答えとしては、どんな感じでしょう。質問が何だっけ？質問なんだな、はい。決定権、お店やメニューの決定権が一番強い方はいない。いない。ということで、いないという答えになりました。はい、ありがとうございます。それ
では2通目に行ってみたいと思います、はいはい、ラジオネームごま麦茶さん、ありがとうございます。こちらの質問はですね、篠崎さん、黒金さんに質問です。いつも曲のパート決めはどちらがファーストでどちらがセカンドでと決めているのでしょうか。僕はこの曲ファーストやりたいですみたいに譲れないところがあるんでしょうか、ということです。どうですか。私としては大体あの譲れないというよりもうなすりつけに近い感じのパート、うん、いやいや、でもほら前後のプログラムによるんじゃないですかね。まあそうね、うん、演奏会のメインが僕が上だから、その前を篠崎さん上お願いとか、うん、そういう感じ。あとはあれだね、あの僕がアレンジしてるやつはあの自分が吹きたくた、うん、吹きたくない方のパートはクロちゃんに送って吹きたい方のパートは送らないっていう手は使ってるね。そうだったのか。そういうことだったのか。すごい。そうだから大体クロちゃんにあの僕アレンジして送る譜面一番が多いと思う。まあでも一番二番って言ってもどっちも大体上いくし、うん、そうなんだね、うん、篠崎さんのアレンジ自体が、まあ、大体どっちか一節ずつ分けて吹いてそこからハモってみたいな、いつも同じような感じで、うんうん、やってるからね。そうですよね、うん、はい、まあということで、うん、そういう感じだね。あとなんかあったっけ、ないよね。あんまりそんなに毎回新曲が多数やってるわけじゃないので今のところ我々は、うんうん、だからどうしても前のやったパートとじゃあ曲並べてみてこの曲ちょっとさすがにここ続くから変わってくんないとかやってもらえないとかそういう感じかな、うん、そうですね、うん、はい、じゃあ質問の答えですよ。譲り合いでしょ。譲り合いですね、うん、譲り合いです、はい、質問、はい、1番2番をどうやって決めてるかっていうのは譲り合いでございます。譲り合い、はい、はい、はい、ということでございました。はい、いやー、はい、答えられたね、ちゃんと答えになったのかな。答えになってないよ。そうだね、ないと譲り合い、まあ、グループをよく表してますね。まあそうね、なんか誰かがこう取り仕切ってガツガツいく感じではないもんね。そうですね、うん、まあうまいところにこう集合する、うん、いいところに集合する感じでやってますかね。まとまりましたね。まとまりましたね。はいはいはい、はい、ご質問いただいたお二方どうもありがとうございました。ありがとうございました。あと、あの引き続きマシュマロ質問箱で、質問を募集しております。この番組の感想やリクエストでも構いませんので、トリオシンクのツイッターまたはフェイスブックなどをご覧になっていつでもどしどしメッセージを寄せください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとね、感想もあの、はい、いただいた感想もね今回あのありまして、それについて我々もね、うん、少しちょっと今回あなんかこの間よりちゃんと進行してるじゃないかと、ね、思うと思うんですけど、一応参考にさせていただいて、そうそうそう、我々もやっております。あのご感想いただいた方もありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、なんせもう、はい、全員無免許運転みたいな感じですから。無免許運転の上に目つぶって運転してるからね。あかんやつや、あかんやつね。まあそれが楽しくなってくる感じ、うん、はい、楽しんで。そう、危険危険。ということで、はいはい、はい、本日2曲目、いこうと思います、はい、これはですね、これもどっちが上を吹いたか覚えてないんですけど、うん、俺も覚えてない。アストル・ピアソラ、うん、ピアソラの、アレンジ集を数年前に演奏しました。その中からリベルタンゴを聴いていただきます。どうぞどうぞどうぞ。Thank you.
はい。パチパチ。はい。ピアソラ作曲の、リベル団子を聴いていただきます。こちらは数年前にいわきで演奏をしたときに、はい、演奏しました。いわき出身の作曲家富岡敦史さんにお願いをして、アレンジをしてもらいました。はい。もうその時、うん、卒業したから。いやだってこれあの2つのあれを書いてもらった後、ね、ああそうか、卒業してましたね、うん、東京芸術大学の作曲科を卒業された、まあその在学中にも、2つの商品という、移植作品をお願いしてるんですが、うん、その後に、リベルタンゴ、これだけじゃないんですけれども、ピアソラのアレンジをしてもらいました。うん、その、うん、孤独っていうのとか、うん、ミケランジェロ、セブンティーでしたっけ、うん、うん、そういったものも、はい、アレンジしてもらってます。いつかご紹介できればと思います。はい。でその富岡君に書いてもらった2つの商品の方は風の音ミュージックパブリッシングさんから譜面出てますので、ぜひあの皆さんもトライしていただけたらと思います。で一応 CD にも、はい、そうそう、はい、今度の新 CD に収録しております、はい、新しい CD に収録してますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。はい、はい、というところでそろそろお別れの時間が近づいてきました。入りました。できたね今回は割とね、この間よりはスピーディーに行ったかな、行けてるんではないでしょうか。大丈夫かな。一歩一歩ですね、一歩一歩、うん、そうですね、うんうん、まあこんな感じで続けていきたいなと思っています。Spotify ですとか、はい、ポッドキャストとかいろんなところで聞けるようになっていますので、はい、はい、詳しくは我々トリオシンクの Facebook ページ、それから Twitter などチェックしていただけると嬉しいです、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、よろしくお願いします。ということでそろそろお別れの時間になりました。また来週も我々のゆるいラジオを聞いて楽しんでくれると嬉しいです、はい、お相手はトリオシンクでした。また来週。また来週。さよなら。